皆さん絶足してますか？ウプ主からのお知らせ、進行のゆっくり霊夢です。皆さん限定アンケートしてますか？同じくゆっくりマリサだぜ。ということで今回は実に久しぶりにウプ主からのお知らせです。最初に言っておくが収益止められたっていう話じゃないぜ。あと、ここのチャンネルで私ら霊マリが出てくることは珍しいが、ここのチャンネル名は、浸透襲撃、だぜ。チャンネル間違えたと思った人もいるかもですが、お使いの端末は正常です。まあそこはともかく本題だ。今回のウプ主からのお知らせはこれだ。いやどれだよ、なんか昔流行った AA みたいになってるけど。いや全部このスライドに書いてあるだろ。3つあるので1つずつ順番に説明していくが、まずは一番上。ちょっと前の話になるが、このチャンネルの登録者が5万人を超えました。これは単純に登録者の皆さんに感謝ですねー。まあなんというか、これよりも大きなチャンネルはそれこそ5万とありますし、自慢するようなことではありませんが、とりあえず節目の数字ということでこの場にて御礼申し上げます。このチャンネル立ち上げたのが2011年。もともとはカルネージハート普及のためだったんだが、これは全く人気なかったな。そういえばこの時は8年やって登録者100人とかだったからねー。それを歴史解説やるようになってそこから伸びたわけだが、それが2019年だな。もう5年前になるが、1年1万人ペースで増えてるわけね。まあ大切なのは登録者ではなくて再生回数と再生時間だからな。登録者1000人でここよりも再生回数多いチャンネルもあるし、登録者数はあくまで一つの指標ってことで、今後もより多くの方に動画を見てもらえるように努力していくぜ。ちなみに現時点での累計の視聴回数はだいたい1360万回。単純計算で日本人の10人に1人が視聴してくれてる計算になるわね。そう考えるとそれなりに見てもらえてるとは思うな。まあ世の中には動画1本でこれ以上の再生回数稼いでるチャンネルもあるわけだから、これも大して自慢になるような数字ではないけどね。まあそこは今後増やしていけばいいだろう。でも登録者10万人はウプ主が死ぬまでにやっておきたいわねー。10万人超えると運営から銀の盾もらえるみたいだし。そうだな。ここのウプ主その手の症状とかには全然興味ないが、この盾はぜひ欲しいところだな。なので未登録の方はぜひこれを機会にチャンネル登録をお願いします。というのが業務連絡の一つ目だな。では二つ目について。なんか真ん中の一番目立つところにファイアって書いてますけど、あんたっていうかウプ主まさか。いやいや、引っ越し早々自宅が火事になったわけじゃないぜ。いやそんなのわかってるわよ。下に小さくサイドファイアって書いてあるし。一昔前に流行ったファイナンシャルインディペンデンスリタイアーリーのことだぜ。それはつまり、やめたよ。会社、ウプ主は現在絶賛無職中だぜ。っていうか二度と会社員やるつもりないけどな。会社員やるつもりないって定年退職なの？いやいや何言ってんだよ。ここのウプ主まだそんな歳じゃないぜ。会社員辞めて貯蓄と資産運用と動画の収益で生活してんだよ。はぁー。ウプ主ついにやってしまったのか。なんて早まったことを。まあ周りにはそういった意味のことよく言われたもんだが、当然ウプ主もそれなりに準備した上でのことだから心配は無用だぜ。まあ孫子の解説やってる人間がこういう重要な判断を準備なしにするわけはないけど、それにしても無茶しよんな。いやちゃんと準備してれば無茶でもなんでもない。そして当然だがやってみるとそりゃもう快適だぜ。もちろんそれなりに大きなリスクがあることは間違いないけどな。でもそこは当然織り込み済みだからもう問題ではないぜ。ジオンはあと20年は戦える。なので視聴者の皆さんもスーパーサンクスとか無理してやる必要はないぜ。そういうつもりで告知してるわけじゃないからな。もちろんいただけるならありがたくいただくが、やる場合は決して無理のない範囲でな。間違っても生活費とか削って投げ銭したりはしないでくれよな。そんな既得な人いないだろって思ってたけど。でもたまに赤いのくれる人いるからねー。っていうか実は会社辞めたのはもう半年前なんだけどな。ついでに言っておくと5年前に YouTube の活動本格化させたのもこの準備の一環なんだよ。当時は副業ってことで軽い気持ちで始めたんだが、それが思いのほかうまくいったりその他色々あってその準備が整ったからだな。まあここで改めて言うようなことでもないし個人的な話だから動画では言わなかったが、ちょうどいいタイミングなんでここで告知しただけだよ。あれ？でも会社辞めて暇になったはずなのに動画の投稿頻度変わってないんじゃ。じゃあ3つ目。あ、はい。一番下のメンバーシップ解説についてだな。まあこれもこの流れで言うと上の2つと関係ありそうだが実際は全然関係ない。もともとやるつもりはなかったんだが、何回もメンバーシップ解説すると運営から15万もらえるらしいんでな。しかも登録者1人当たりまた追加でお金もらえるらしいぜ。それで初めて見ました。まあ無職のウプ主には結構大きい額だからねー。解説するだけでもらえるなら逃してはないわね。そういうことだな。ただし、ここのウプ主は視聴者様から直接お金をもらうことに関してはあまり重要視していない。もちろんもらえるものは喜んでもらうが、それに見合う対価を保証できないからな。まあ、好きな時に動画作って好きな時に公開する。っていう制作スタイルだからねー。
決まった時間に仕事して納期までに納品する、なら会社員時代と変わらないし、それやるなら会社員の方が効率良いからね。そういうことだな。なので、うぷ主は好きな時に動画アップして視聴者は好きな時にそれを見る。それが YouTube という仕組みを通じて経済活動になり、うぷ主は収益を得る。そういうビジネスモデルでやらせていただいておりますので。なので特定の視聴者に依存することは前提としていないんだよ。これは今までそうだったし、そしてこれからも変わりない。そういえばスーパーサンクスももともとやるつもりなかったけど、視聴者様の中で既得な人から要望あったから設定したんだったよね。まあそういう要望が出てるなら断る理由はないからな。なのでスーパーサンクスはあくまでおまけで、このメンバーシップの扱いも同様ってことになるな。なので会費も一番安い月額90円だ。これ以上安いのはないんだよ。高額ですまんな。ちなみにメンバーシップは今見てる動画の下、動画タイトルの下に、メンバーになる。ってボタンがあるからそれを押せばそこから手続きできるぜ。なお、大会はいつでも可能です。ちなみにこの告知動画出す前にもう何人かメンバーになってくれてる人もいるぜ。ほんと世の中既得な人がいるんやなって。まあ月額90円で生活破綻する人はいないだろうから既得な人をお待ちしております。それで、メンバーシップやるからには特典も用意されてるんでしょうね。特典。ねえよそんなもん。と言いながらスライド切り替わりましたが、まあ厳密には多少あるけどな。でもこれから説明するように大したもんじゃないから過度な期待はしないように。まあそもそも限定コンテンツ作れるほどここのチャンネル動画作れてないからね。っていうか出せるものあったら限定なんかせずに全部出すからな。その方が多くの人に見てもらえる。なので、限定動画、ってのは基本ないと思ってくれ。ただし、メンバー限定だから出せる、性質のものについては出す可能性がある。これは後で説明するがそれは一旦置いといて、まず下の一つ目、ここにある通り限定バッジを提供します。具体的にはこういうのね。なんかコメントした時にこういうバッジがつくみたいだな。この人メンバーシップに入ってますよってのをアピールできるぜ。なお、このバッジは YouTube からデフォルトで提供されているものです。ここのうぷ主そういうデザインセンスないからな。すまんな。本当はカルネージハートのロゴにしたいけどそれやったらさすがに怒られるだろうからねー。あとはメンバーシップ限定アンケートだな。これはすでに公開中だ。現在は信長シリーズ公開中だけど、その後のシリーズに関するものね。まあアンケート本文にも書いてあるけど絶対やるわけじゃないけどな。あくまで参考にするだけだから、ここで一番多いものを必ずやるわけじゃないし、単発動画なら信長シリーズの合間にやるかもしれん。あくまで参考にするだけだぜ。今のところは蘇韓戦争が一番人気だな。いや一票しか入ってないんですけどそれは。まあまだ告知もしてないんだからそんなもんだろ。あ、はい。というのが現在提供中の特典だな。それと一番下の限定動画がさっき言いかけたやつね。そういうことだな。まあこれはさっきも言った通り基本はやらない。ただしこれもさっき言った通り、メンバーだから出せる、種類のものがあれば動画化する可能性がある。それあんまりイメージしにくいんだけど具体的にはどんな内容なの？これもさっき話に出たが、例えばうぷ主がファイアーした話とかだな。そのために準備したもの、良かったことと悪かったこと、リスクとかに関しての内容ね。実はこの話、4月に動画化しようとして台本も作ったんだが、うぷ主の個人的な話になりすぎるのでボツにしたんだよ。まあうぷ主の自分語りってのもあんまり需要なさそうだもんね。それにお金とか個人情報の話になるし、なので一般公開は見送ったわけだが、でも月額料金払ってメンバーになってくれてる人なら興味あるかもしれないからな。なのでさっきのアンケートで要望が多ければ動画化するつもりだぜ。これはなかなかいい限定コンテンツ。なので動画化ご希望の方はメンバーになって限定アンケートでその旨ご回答ください。ここへ来て熱い勧誘。まあうぷ主もプライベートの情報公開したんだし多少はね。ある程度加入者が増えてさらに要望があればってことになりそうだけど、全てはその辺の状況次第ってことね。まあメンバーが10人しかいないのに限定動画作っても仕方ないからな。逆に1000人とか1万人とかになればメンバーの発言権も増えるってもんだぜ。いやさすがにそれはないでしょ。ということで今回は久々に霊マリでうぷ主からのお知らせでした。さっきも説明あったけど、このメンバーシップはあくまでおまけなので、うぷ主の YouTube 活動がこれで大きく変わることはありません。もちろんパートナーシップに入らないからといってデメリットもありません。例えば今まで見られていた動画が見られなくなるとか、信長シリーズがメンバー限定になるとかそういうことはないのでご安心ください。そこは今まで通り一般動画で公開するぜ。まあ投稿頻度は今まで通り不定期だけどな。しかしそこは今までと同じだ。いやうぷ主暇になったんだからもっと動画の投稿頻度上げなさいよ。暇？うぷ主に暇なんかないぜ。え、何これ？これは Steam のライブラリだな。持ってるゲームとかそれぞれのプレイ時間が見れるんだぜ。これを見てみろよ。
シビュライゼーションのプレイ時間が3000を超えたので記念に公開だぜ。いや2週間で90時間ってやりすぎでしょ。何言ってんだよ、2週間って336時間もあるのに、そのうちたったの4分の1だぜ。しかもこれ4年ほど前に買い直したスチーム版だけの時間でしょ。前に持ってたパッケージ版の足したら何時間になるのよ。さあ、まああっちは10年以上やってたからこの倍ぐらいじゃね。その時間を動画制作に使ってれば今頃10万人いってたかもしれないのに。いやいや、こういう経験があってこその動画制作だろうが。あ、はい。とまあそういう感じで、ウプ主は今後も今まで通り動画投稿を続けますので、今般立ち上げたメンバーシップともども引き続きお付き合いをよろしくお願いいたします。ということで今回は短いがここまでだ。次回は織田信長に関する一考察美の攻略編を投稿予定です。私は信長役で出演中ですので、そちらでまたお会いしましょう。私は秀吉役だから出てくるのはしばらく先になるが、秀吉に関しては山崎から小牧長久手の戦いまでを別シリーズで投稿済みだから、ご興味ある方はそちらを見てほしいぜ。それでは…貴公の首は柱に吊るされるのがお似合いだ。